ただ一回おしっこ我慢ラファエル野球ゲーム。どうもじゃなくと、モセとモチです。はい、というわけで今回はね、はい、コムドットさんがもう30回近くやられている、はい、ラファエル野球拳というものをね、はい、やりたくて僕らも、はい、ただやったらただのパクリになっちゃうということで、はい、多少ね名称なりのアレンジというかオリジナリティが欲しいなと思ったんで、はい、僕らの代名詞でもあるおしっこ我慢というワードをくっつけまして、はい、おしっこ我慢ラファエル野球拳というものを今回やっていこうと思います、はい、ルールは基本的にラファエル野球拳と一緒です。はいどうもこんにちはってなんか偏見言ってくっていうで本来一枚脱いでくっていうルールなんですけど、はい、滑ることが罰ということでそこの罰はなしということでね。でそこに今回僕らはね数時間前にオレンジジュースをね1本飲んでめっちゃ美味しくいきたいです。やばいって。でこの限界の状態で出る偏見って多分面白いんじゃないかと。うわもう先っちょをね塞いでる。バーッだああというわけで今回はおしっこ我慢ラファエル野球拳です。やっていきましょう。はい、はい、あーって。俺からいくよ。やばい本当に出ちゃってあ、危ない危ない危ない。いきます、いきます、いきます、いきます。はい、どうもこんにちは。小学生の頃にシャツ着てたやつ門限厳しい。あ、違いない。どうこれ、あ、違いない。いいね。いや、それはいいと思う。いいでしょう。あー、いきますよ。はい、どうもこんにちは。スイカ毎回チャージしてるやつ部屋汚い。確かにな。あれはねチャージしとくからいいもんであってね。そうそうそう、意味ないのよ500円ごとにチャージしても。そうなんだよ。やだー、浮かばねー。はいどうもこんにちは。中学の野球部のファースト、小学校のあだ名おにぎり。いいね。野球に精通してなかったからあんまピンとこなかった。はいどうもこんにちは。給食のコッペパン机の中にしまい込むやつ将来万引きする。いたそんなやつ。悪いな。はいどうもこんにちは。二十歳で丸メガネしてるやつ大体泣き虫。確かに。今それとも昔？今泣き虫ってこと。ああ本当にやばい。ああやばい。おっそ。マジで出ない。本当に死んでるの、お味噌がやばい。本当に低い。5、はい、4、やばい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 。3、2、1。はい、どうもこんにちは。土手にいるガキ海水めっちゃ飲んでそう。やばお前。ひどい。本当にやばい。本当やばい。ひどいお前。海水いるし。やばいやばいやばい。ね、本当に浮かばん。もう本当にやばい。わかんない。いいですか？いい？はいどうもこんにちは。小学生の頃、学校のトイレでうんこすることに抵抗ないやつ、将来成功する。間違いない。あん時のうんこはね。そう。ちょっと恥ずかしい。いいじゃない。あん時のうんこはね。いきます。あ、はい、どうもこんにちは。はい。10代で水の柔らかさにこだわってる女、大体しょうもない。いや、マジで。どうでもいいもん、だって。柔らかいとか硬いとか。軟水、硬水。変わんねえし。味分かってねえだろ。何も変わんねえっしょ。絶対分かってねえ。あー、もう回ってきちゃった。雨強っ、普通に。5、あー、4、3、くれ、草偏見。1。はい、どうもこんにちは。サッカー部のフォワード、精神異常者か、普通のやつしかいない。やばい。やもう本当にやだ。本当にやだ。もうこの企画マジでやだ。はいちょっと待って。あちょっと待って。はいどうもこんにちは。土手でおしっこするやつ、だいたいソロ。